フラットホーム、鈴鹿駅は、三重県鈴鹿市矢橋一丁目に所在する、伊勢鉄道伊勢線の駅である。駅番号は4。当駅の開業2ヶ月前まで、国鉄関西本線川野駅が、鈴鹿駅を名乗っていた。当駅の工事中の箇所は、鈴鹿本町駅であった。開業当時、当駅に、急行の停車を求める陳情が強力にあり、 毎日一往復だけ急行、紀州が停車した。国鉄伊勢線の駅では、唯一の優等列車停車駅であった。路線の廃止が議論となっていた1982年5月のダイヤ改正で紀州は、亀山経由に変更された。相対式ホーム2面2線を有する高架駅。伊勢線の途中駅では、唯一の友人駅で、乗車券等を販売しており、貢献も入手できる。 特急券も購入できるが、端末設置駅ではないため、緑の窓口の表示はない。ホームは、東側下り線の方が短く、階段も西側は2カ所あるが、東側は1カ所である。トイレは、男女共用である。なお高架下には、駅事務室、待合、ギャラリースペースのほか駅専用駐車場がある。エレベーターやエスカレーター、 自動券売機は設置されていない。ホームは臨時列車の停車を考慮して、通常の列車の長さに比べて、かなり長くなっている。当駅は、有人駅であるが普通列車は、車内生産のため周札は行っていない。JR 東海から直通運転を行っている特急、南紀や快速、三重を含めた全定期列車が停車し、伊勢線で唯一。 ク名、ナ、名古屋方面に乗り換えなしで行ける駅でもある。熊野大花火 F1 日本グランプリ開催等に伴う一部の臨時列車は通過する。案内状の乗り場番号は割り当てられていない。鈴鹿駅の利用状況の変遷を下表に示す。当駅西側ホームから河原田方面。高架下を近鉄鈴鹿線が走るのが見える。当駅の北側で。 近鉄鈴鹿線と立体交差しており、近鉄鈴鹿線鈴鹿市駅とともに鈴鹿市中心部に位置するが、バスは当駅によらず、神戸三丁目停留所が最寄りとなる。当駅を利用した場合に限り、駐車場を無料で利用可能なパークライドが実施されている。高架下などに伊勢鉄道伊勢線が駐車場を設置している。ありがとうございます。